よ、私おもちゃマイスター、子供たちの夢守るスター。だけどもどうしても友達も作れない、私ロンリーエルフ。いやバイトを通しておもちゃ作りは上手くなったけど、友達作りは相変わらずさっぱりです。うわあ、団長さん、いらっしゃってたんですね。急にどうかしましたか？ギルドの年間活動記録？なるほど、さすが団長さん、みんなに頼られてすごいです。私は久々にバイトをしようかと。繁忙期で人手が足りないということで、古城長さんから依頼をいただいたので。実はここで働くのはやっぱり楽しいんですけど、その皆さんと会うのが久々なので、なんとなく話しにくくて。皆さん優しく声をかけてくれるんですが、ぼっちの極みエルフ的には久しぶりだとどうしても適切な距離感がわからなくて。気にしすぎでしょうか、やっぱりもっとグイグイ行くべき。いやー、でもそれで気を悪くさせてしまったら申し訳ないですし。ずっと一人でいると思ったら、そんなことで悩んでたのかな。相変わらず葵ちゃんは一人相撲しがちなんだから。まあそういうところがあなたの持ち味だと思うけど、効率的にはあんまり良くないから一言相談してほしかったよね。リーダーさんに、たまきさん、いつから聞いてたんです？葵がラップしてたところからにゃ。うまい、聴衆の共感を呼ぶ良き士であったぞ葵くん。もとい、ヘッツのバイブスぶち上げるドープなリリック食らったぜマイメン。奇遇だね葵ちゃん、最近この先輩たちも急にベベゼンとかインドハウスとかにわか丸出しなこと言い出して鬱陶しかったところなんだ。葵、またの名を MC ぼっち、テレジョサイファーはあんたをクルーとして認めるよ。うちらのソウルとあんたのリアルでつかもうぜ、メイクマネービガ。ひょわー、仲良し部の皆さんまで、どうしてここに。なんかね、ユニ先輩が自分のデザインしたオリジナルゆるキャラをおもちゃ化して一攫千金メイクマネーとか言い出したんで売り込みに来たの。おいに冬し、横で迷惑そうな顔をするんじゃない。我々は今葵くんと話をしている。いいけど、この工場ってあれなんでしょ、マイフレンドくんだっけを作った。あれうちの弟らもめっちゃハマってたわ。そうなんですね。どうしよう、ご無沙汰してた人がこんなに集まってきてしまうと距離感がわからない。私工場長さんに皆さんがいらしてることをお伝えしてきます。しばし談笑をお楽しみください。それではまた後ほど。ああ、ちょっと葵ちゃん、ああ行っちゃったわね。みんな友達なんだからそんなに気を使わなくていいのに。そうにゃそうにゃ、ここにいるみんな葵の友達なのに水臭すぎるにゃ。しかり、いつまでも仲良し部の皆さんなどと行々し、彼女には私たちユニちゃんズと胸を張ってほしいものだ。さっき友達作れないとかフローに乗せて嘆いてましたけど、こんなに大勢の友達放置してばっくれちゃうって、あの子むしろ結構な上級者じゃないです。自由、反逆、初期衝動、あいつの生き様ラッパーってよりパンクスだな。そしたら葵ちゃんボーカルでバンドでもやります、ここにいるメンバーで。わあ、何それ楽しそう。